1月16日、お遍路26日目、スタートです。岩本寺さん、お世話になりました。連泊しました。休みを取りました。はい、体力は回復してるはず。足は1日じゃ回復しないんで、はい、また痛みと戦いながら歩きたいと思います。今日は、海坊主まで。ホテル海坊主までなので30キロ弱ですね。はい、まあ難所もないのでゆっくりのんびり歩きたいと思います。はい、頑張ります。これ調子に乗ると足またやっちゃうな。骨折注意。ゆっくり慎重に。膝があれですな。やばいですな。名物。うわあ、あったけ。さあ、やっぱ足が負担がすごいな。ちょっと休憩します。小屋で、あ、飲み物もない。飲み物がありません。前ちょっと売ってなかったっけ。ここはね、売ってないか。ちょっと売ってるとこまで
歩きますか。はい、目の前に歩き分けます。盛り付けないでしょう。盛り付けるかな知ってる人でしょうか。後ろ姿だと見覚えがありませんが、おはようございます。それではまたですか。今日、岩本寺の通夜堂に泊まって、あ、12、3年よりじゃあもっと長い人もいらっしゃる。はい、接待所で休憩させてもらいました。みかんいただきました。で、前を歩いたお遍路さんは熊本の若いお遍路さんでした。野宿を基本として、昨日は岩本寺の通夜堂に泊まったそうです。野宿はこれから寒いで大変ですな。僕もいや無理だなお風呂入りたいなちょっと野宿は厳しいですね僕には、さあ先行きます。7度久保君はもっと寒かったよ。4度ぐらい、はあ、拳もかっこいいな。景観をお楽しみください。ラジラ、わかりました。ニラニラニラ、孤独を感じて歩いてます。こんにちは、好きです。ジンダル現象、休憩しました。ありがとうございました。
充電もできて、インスタントコーヒーもあって、北海道もあって、アクアクラガもあって、竹踏もあって、いやーヒーターもあるじゃん。電気もつきます。最高です。ありがとうございました。休憩しました。真っ暗、いいね。はあ、クジラに会える街。うわ、ここに出るのか、いいな。ちょっと早いな、やっぱり。ローソン通り過ぎた。たっぷり1時間休憩しました。お遍路さんが 4,5 人いたんで、はい、いろいろわきあいあいと話しました。同宿だった熊本のお遍路さんも一緒でした。さあ、あと11キロ頑張って歩きます。
もう指切れないんでしたっけ。見当たらないですね。この地図ではないですね。ちょっと俺降りますよ。ああ、だいぶないですね、もう。ね、ちょっと行ってきます。ああ、道がない。ここ道がない？ああ、わかんない。一応出たら右、多分このちっちゃい道に出てくると思うんで。はい、右行って橋渡って左行けばありそう。あ、ここ下通ってるんですよね。そうですね、はい、橋渡って、そうですね、橋渡って左、1個、2個、3個目左、明神水産を左の次を左、はい、分かりました。分からなかったらその辺の人に聞いてください。良さそうな芝生です。ほう、出ました、カラオケカツオたたきクジラです。見えましたわ。あそこのお部屋さんやけど思いつかねえな。はい、今日はひたすら30キロ歩くお遍路でした。熊井水道良かったな。うん、明日も頑張ります。到着です。